生命の一種の一環の話をします。お持ちの方は出してください。これが最初なんですよね、成長の絵の始まりですからね。大体私は信仰宗教っていうのは大嫌いでね、絶対入らなかったね。あれしたらいかん、これしたらいかんって言われるでしょ、縛られると思ってね。これから女の人と遊ぼうと思ってるのにこれから遊ぼうと思ってる時に遊んじゃいかん、何しちゃいかんって言われた。人間ってのはこうしちゃいけないってことを言われると非常に窮屈なんですね。こうしなさいっていうことを言われる方が楽なんですね。こういかんいかんって抑えるからうまくいかないんですよね、これ。それで私がそういう人間だったんだけども、やっぱりね、神様にこれ導かれたんですね。医者をしとったんだけど病気になっちゃったね。今ありませんけど腸チブスって言ってもう死にそうな病気になっちゃった。死にかかった時にね、もう私明日もうダメかと思っていつもそう思ってたんですね。もう今までおしまいじゃないかと。そういう寝てる間に目をつぶって、ね、寝てる間に死んじゃう人でね、寝るのは怖かったんですよ。ところがね、死にかかってる枕元の私の枕元に来てお母さんが来てお経を読むんですよ。これは気持ちの悪いもんですよ死にかかってる枕元でお経を読まれてください。あんまりいい気持ちじゃないよそれは。それで私は母にね、ものすごく怒ったの、やめてくれって言って。知りませんからね、それは知っとったのは知っとったけど、まさか死にかかった時にお経を読まれると思わなかった。やめてくれって言ったら母がそういうのと聞きなさいって、このお経はね、どんな難病でも奇病でもこれ読んだら治るって言われてるお経だから来なさい。そんなこと、僕は医者、来年博士になる男ですよ。お経読んで病気治るのは何でわし医者にしたかって怒ったわけね。そうでしょ、お経読んで病気治るなんてね、とんでもないと思ったね、人バカにしとると思ってで私を医者にしといてね、でくたびれさせて3年も落第してようよう医者になったのね浪人してね。それでもううるさいうるさい、やめてくれてやめてくれって言ってね、ものすごく怒ったんですね。私を祈り殺すかって言って、ね、怒ったんです。そんなこと言って怒っとったら母があんまり僕が嫌がるもんだからやめたんですよね。で治ってからお母さんの時やめたけど本当にやめたんかって聞いたら、後で隣の部屋で読んどったっちゃうお母さんっていうのはしつこいねあれが親の愛ですよ。後になって考えてね、成長の読み出し初めて分かったんだけど、子供は何て言うこと、誰が何て言うと、その愛するものに対する愛を捧げるっていうのはね、これはお母さんの素晴らしさですよね。それでね、それまで読みたくなかった生命の人をなんとなく読みたくなった。なぜかっていうとね、死にかかってごらん、死にかかったらね、皆さんね、何のために生きてるかとかね、これから先どうなるか、死んでからどうなるかとかね、何が本当の人間の幸せなのかっていうのことを考えますよ。皆さん今元気やからポーっとしてるけどね死にかかってごらん、やっぱり考えますよ。そういうものを与えられたんだね。ところが医者がね、病気になった時は情けないもんでね、薬が効かんっていうのは一番良い人の医者なんですよ。だって僕の病気に治る薬ないんだから、その時はね。でもう仕方ないからそういうふうにして、それでね、お母さんが読めって言っとったけどね、もう読みたくなかったけど、何のために人間生きてるかとかね、どうしたら幸せになるかって考え出したら、やっぱこれ読まなきゃいかん時になってきたんだよ。ほで読んだら、皆さんこの本はね、医者が読んだら腹立ちますよ薬飲むのやめたら病気治るとかさ、医者にかかんでやめたら病気治るとか書いてある。あら、腹、一番腹立ったのは病気はないと書いてある3年も落第して医者になったのね病気はないとは何事かっていうわけだ。ほいで私がそういうところに来るとみんなこう赤い目で消していったの。これはね、消さなきゃね、やめなきゃいかんでしょ、医者は。消していってね、消しただけで腹立つから、その上にこれは嘘と書いてある。だからね、皆さんでもね、成長のように初めてね、生命の人を読みになるとき、必ず分からんことがたくさんあると思います。反抗することもあると思います。それを乗り越えないとね、ここに書いてある表だけ読んでね、それで病気はないとはどういう、だから僕なんかでも医者をしてて病気はないって言われて腹立ちますよ。皆さんね、悪い人はないって言われてもね、子供は変だったりね、いろんな人がいじめられてると腹立ちますよ。それでね、ところがね、これをだん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 読んでるうちね、一番私が驚いたのはね、宗教ってのはこう縛るもんだと思ってたんだよね。ああしちゃいかん、こうしたらいかん。宗教っていうものはね、人間を解放するもんだっていうことを書いてましたよね。自由になることなんですよ。
だこれはね、今まで僕は聞いたことなかった、そういうことはね。宗教は解放するものだということ書いてあるね。それでこの7つのね、これ皆さん持ってる方は3ページ開いていただいてね、3ページが2つありますが、後の方の3ページで7つの光明宣言の解説っていうか、これ一番先にこう読んだんですね。それ誰でも最初とか読みますけども、この中にね、生命の実相のと書いてね、一番最初に書いたんですよ。これがね、非常に衣装、辞書を円満と書いてあるね。それでこれに振り仮名振ってあってね、そのままでと書いてある。円満なことと、これはね、谷口先生はね、ここには一回には書いてないけど、よそのとこでね、私の本を読むときはね、漢字と振り仮名一緒に読んでくださいってこと書いてらっしゃるのね。漢字で分かりにくいところは振り仮名と一緒に読んで分かるようにしてあるから書いて、そのままで円満になっちゃった。皆さん、これ何にもせんでもいいんでしょ。そのまま円満なんだから。ほー、これおかしなこと書いたなと思ったらね、人間そんなに円満なのかなと思って、それでその次にね、自覚すればと書いてあるでしょ。これが大事なんですね。いくら円満でも気がつかなかったら何もならない。気がついてないのね。そして自覚すれば、大生命の神様の治す力が働いて真由となりますと書いてあるね。これ皆さん大変なことなんですよ。人にどうしてもらおう、こうしてもらおうじゃないの。自分がね、私はそのまま完全円満だっていうことに気がついたらね、神様の治しから働いてね、それでそのまま病気なんか治っちゃうね。何でも治るんです。神の癒しだから、これ何でもね、不可能はないんですよ。人間がやることは不可能あるけどね、神様のやることは不可能ないんです。これはね、えらいこと書いたなと思ったのね。それでこう読んでてね、病気とか何とか言うとかみんな消していってね、ところ他のとこいいこと書いたんだね。おじゃあ放るけど、このバカ野郎って放るけどね、また拾ってきて読むんですよ。他のとこいいこと書いてある。これ僕はね、これ8巻ぐらいしかなかったん、その時ね。それずっと読んどったら、半分ぐらい読んだ時いいこと書いてあったね。あれがなかったら僕は成長に入ってね。何と書いてあったかというとね、妻は夫の言うことを何でもはいとけと書いてあった。これが私が一番嬉しかった。そこ3本ぐらい数字とかね。ほいで家内読んで、おい、ここだけ読めって、読まんね。まあしかしね、そういうことがね、今まで私の成長に入るまでの考えは、自分が悪いんじゃなくて相手が悪いってことばっかしか考えないでしょ。相手が悪いったってね、自分でもね、なかなか治せないのに人を治すってことが大変なことですよ。これ私は医者をしとったのに、タバコを1日70本捨てたんですよ。タバコ体に悪いってことよく知ってんのよ。知っとって吸ってんだから、吸わなきゃやめた方がいいんだけれど、どっちで吸ってんのね。みんなそうですよ、人間っていうのはね、こうああしたらいい、分かっとってやらないんだから。それが非常に面白いところなのね。それでこう、まあ成長の家っていうのはね、一番大事なのはね、人間はね、神の子だっていうこと書いたんですね。今の自称円満、これそうなんですよ。そのままで円満だっていうことは神の子なんですよ。これはね、お経の中に、法母に書いてあるんですね。天使の言葉のね、こういうこと書いてあるんですね。我に宿る良きものは皆不縁なる神より来たる。何時ら我が人のとの神をあがめ、我をあがめよと言いにあらず。我はただ使いなり、我自らの本性の神なることを見たれば、我何時らの本性の神なることを悟らしめんと書いてある。これ皆さん、チャーチャカチャーチャカ読んでね。先祖に読んでんだね、自分に読んでね、このくそったれバカ野郎、お前が迷うからしゃくたびれじゃないかと、俺が読んだらこうよう悟ってわしを幸せにしろっていうのがね、人に読んでんですよ。僕もそうだった、チャーチャカチャーチャカ読んだよ、わしは。ほいでね、その時にね、我何時らの本性の神なることを悟らしめんと書いてあるね。何時らのまず悟らざるべからざる真理はとか、これが大事なんですよ。一番先に知らなきゃいけない真理は、我の本体が全て神なることないと書いてある。これ皆さん読んでんのよ、忘れてるでしょ。ね、チャ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 
我の本当に神のあるところでキャッキャッキャッとこれねいや僕もそれねそんなやけど随分長く読んで初めて分かったんだ。これとねまだたくさんでしょこういうところはねいくらもあるんです。それからねまたこの天使の言葉のね後の方にね42ページにね人は神の子にしてその他の何者にもあらざるないと書いてある。人は神の子であってその他に何者にもあらざるない。これは素晴らしいことでしょ。皆さん神様の子よ。続々感度の方のねところにも書いて人間神の子本来無限力の実相自覚説書いてあるでしょ。人間神の子本当に神の子で神の子だっていうことは無限力があるってことね。これが成長の根本なんですよ。皆さん神の子よ。神の子らしい顔してちょうだい。そう、あれいけませんよ。ほやーっとしたね顔してねこれはねあの 僕なんかもね医者をしとったから笑ったことなかったな。あんまり医者は笑えませんよ。人をこう診察しながらね患者の死にかかった患者を見ながらへいへいなんて言ったらまいっぺんこいつは家内の顔見ても笑えないんですよ。うちに帰ってね子供医者と患者がおるようなもんだからねうまくいきませんよ。それをね生命の人で救われたんですね。そしてねこうだん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 読んでいくとねこの今のその次にね皆さんね第1条ってのはでしょ7条あるうちでね我らは宗派を超越しと書いてあるね。これはもう成長の特徴だから皆さん覚えておかないかい。今までの先祖代々信じていた宗教をやめなくてもいいということ、これがもう非常に大きな特徴です成長年ね。だからブラジルで今200万いるんですよ信徒が。初めなかなかカトリックだから入らなかった成長年。それで僕は行ってもう12回も行ったけどね、それでカトリックのままでいいから話聞きなさいっていうことをうんと言ったら来だした。こうしたらカトリックで救われなかったのが成長年の本読んでどんどん救われていくの。ボン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 救われていってね、で今200万いるんですよ。日本より盛んなぐらいですよ、ね、だから世界中ねこれ広めようと思ったらこれでなきゃダメなの。喧嘩しし広めとってできないからね。だからその時にね生命を礼拝しと書いたでしょ。1がね宗派を超越し2がね生命を礼拝するでしょ。この生命を礼拝するっていうことはねこの次のページ開けてごらんになると分かるんですけどね、4ページの終わりから4行目のところでね、そこで我々が生命を礼拝すると申しますれば自分自身を礼拝することでありますか。自分を拝むことなんですよ。人間は神の子であると自分を拝むこと、これがね根本になっていくね。だから僕は谷井先生のお供しとって ずいぶん長いことをほぼお供しましたけど、あの兵庫県だと思うけどね、人間は神の子ですよって言われたんです。それでね、ああまた行ってらっしゃるなと思って聞いてたらね、その時先生こうやって犬の子は犬でしょって言って、猫の子は猫でしょ、神の子は神ですよって言われたね。僕あれやったまにガーンときたね。神の子だってことは皆さん神様だってことよ。素晴らしいね、神様はちゃんと並んどるねこれ。ぼーっとして並んでるな素晴らしいことですよこれ。だから自分が神だってことが分かってくると違ってきますよ。僕なんかも頭悪くてね、あの大学入るのに高校2年落第したし、1年かまあもういいわ数えなくて、それでねそういうふうになってたから自分が頭悪いと思ってたんですよ。頭良くないと思ってた。生命に伝えたら神の子でしょ。頭の悪い神の子なんかないよ、体の弱い神の子もないよ、病気はないということでもね、皆さんねこの64ページ開いてごらん。一巻のここに書いたのはね、何を書いてあるかちょっとね、一体皆さんは病というものは実際この世にあると信じておられますかと書いてある。そうでしょ、僕は信じておりますと答えたね。病気というものを神がこの世に作りたもうたと信じておられますか、ここなんです。神様が病気を作ったのかどうかってことを考えなきゃいけないね。神様がもし病気を作ったんであるならば医者が病気治せるはずないですよ。そうじゃないですか。神様が作った病気というものは人間は治せないんで不可能でしょ。これはねだから
神様が病気を作らないから病気はないんだってことが成長の根本なんですね。結局人間は神の子であるということが根本なんです。そこらのね、根本的な問題をピシッとこう掴んでるとね、非常に楽になるのね。そういう問題を掴まないで、分かった、分かんないとか言ってるとね、それは中途半端なの考え方はね。で、我々が人間は神の子であって神でしょ。皆さん、神様が不幸になりますか。くたびれる神様が。神様風邪ひきますか。神様風邪ひいてくしゃみの人は大変だ、この辺吹っ飛んでやる。自信になったりするわね。だからね、そういう意味でね、神が病気を作らないっていうことはね、神様が病気作らないからないんだとこう覚えたらもうはっきりしてやったんですね。これはね、なぜこんなことになったかというと、僕は医者をしとってね、女の患者さんでしょう、うるさいよね、まあ、ちゃちゃかちゃちゃかちゃか、私あんた大したことないって、いやってね、大したことない、いやって、どっちが医者だか分かるしね、大したことないって、僕はいくら言ってもいやってこう言うんですよね。あ、でももう、とうるさくなってきてね、この野郎を追い返してやろうと思ってね、あと患者がたくさん待ってるの、一人で頑張ってるから、はあ、で腹立ってきてね、もう成長に忘れちゃったの。腹立てると忘れますからね。そういう時で変なことやるんだね。それでもううるさいから返してやろうと思って大きな声出して、病気はないんだって怒鳴ったの。帰ると思ってさ、こうしたらそれ聞いてびっくりして治っちゃったんだ。あれがそういうことが起こってくるんですよ。こう病気はないってよく分かんないのに言ったんですよね、返そうと思って。そしたら治っちゃったんだからね。だから皆さんね、これだから自分がね、分かってなければダメだと思ったらダメだ。分かんなくても先生がないってはないって思信じたらいいんですよ。僕はそれからね、非常に変わってきたの。腹立って言ったことを相手に聞いたでしょ。それからいろんな意味が変わってきたのね。病気っていうのは神が作ったんじゃなくてないんだっていうことね。だから皆さんは子供の教育なんかね、女の方いらっしゃるご主人でもそうですよ、教育しないかんよ。だけどこのやっぱり相手を常に神として拝むっていうことがね、これがもう一番大事なんですよ。もうダメなんだと思ったらもうダメ。皆さんね、お宅の犬を飼っててね、犬をね、学校やらないでしょ、いくら利口な犬でも。それいくら学校行ったってダメだと思ってるからやらないんですよ。子供は学校やるでしょ、今分かんなくたって。分かると思ってるの、信じてる。それが大事なのね。で、私自身がそのこの霊性道場を始めたんですけどね、僕は何もね、医者が下手で成長に入ったんじゃないんですよ。それだけよく覚えとってよ。医者も上手だったんですよ。それで入ってきたらね、そしたらその時にもう医者ができなくなっちゃったもんだから霊性道場を始めたんですよ。その時に谷口先生に、霊性道場ってどうしたらいいって、初めてで今までないでしょ、いっぺんも。で、先生が何て言われたかって言ったら、一人一人来た人全部を神のことして拝みなさいって言われたの。これが霊性の根本なんですよ。だけど変なのは来て拝みにくいよ。ほら、本当の拝みにくかったよ。それはもうそれができるようになるのはね、自分が神の子だって言うと分かんないって人は拝めないね。で、皆さんが人を拝めないって言ったら自分が神の子だって分かってないの。自分が本当に神の子だって分かったら人を拝めるのよ。心の影だからね。僕自身が領域して医者をしてる時ね、治してあげたんですよ。だから私はもう治ったら一家全体が明るくなるからね、先生治してくださいって言われて。女の人がいつも病気だったらくたびれますよね、一家全体暗いですよ。そう言われちゃって一生懸命で治って、帰っていったら喜んでね、ほいで夫婦が来て子供二人連れて、僕拝んでね、あ、先生、私たち家族にとって神様みたいなもんだって言って拝んで、あ、俺も神様になったかと思って、本当に嬉しかったね。初めてですからね、その時。本当にその時ね、僕は、あ、医者になってよかったなと思いました。もちろんそれから2ヶ月来てね、そのご主人が今度しょんぼしやってきちゃった。子供二人抱いてね、連れてきたんですよ。あんなに喜んで帰った、奥さんが喜んで帰ったら、あんたなんでそんなしょんぼりしてんのって聞いたらね、あんなに喜んで帰ったね、家内がね、2週間ほど前に食いつって死にましたって言う。これが僕にとってショックだったの。体を治してあげただけでは人間は本当に幸せにならないということを気がついた。だから皆さんでもね、その病気が治るために医者に来てじゃ、あの、こういう成長に来とったらダメですよ。そうじゃないの。本当に心が幸せになってきたら病気が治し、全てが治ってくるのね。だから体を治すんじゃないんですよ。心が変わってきたら自然に病気が消えていくのね。本来ないもんだから。だからそういうことをね、私その時つくづくね、この
人間はね、病気だけ治したら幸せになると思って苦労して医者になったけど、医者になってもね、病気治してあげても人間は幸せになるで食いつって死ぬんだったら何のために医者になったかと思って僕は非常にその時悲しかったの。それがそういう気持ちになって医者が嫌になったら病気になっちゃったのね。悩みができると病気になるんですよ、人間っていうのはね。まあ夫婦喧嘩もやたらしとったけどね、あんなのもらって損したとばっか思ってた。それがね、あの成長に入ってね、谷口正治先生のお話を聞いて初めて仲良くなったんです。産婦人科の医者で子供なかったのよ僕は。努力したんだけどね、しすぎたかね、できなかった。ところが成長に入って仲良くなって2年目にポロッとできちゃった。8年目にできたんですよ。だから情けない話はね、医者も値打ちがないってことになる。だからそういうねことになって、いろんなことがあったんだけど、そういうようなことになったっていうことはね、やっぱりこう途中でいろんなことがあって、こう医者を捨てて成長に入るようになったっていうことはね、神の導きだと思ってますね今。だいろんなね、皆さんでもね、成長に入ったら幸せばっかかじゃないんですよ。いろんなことがありますよ。いろんなことが起こってくるっていうのはね、自分が正しいと思ってしたことがね、間違ってる時に変な問題が起こってくる。だから自分は正しいと思ってるから間違いないと相手が悪いと思うでしょ。そうじゃないんですよ、結局自分が間違ってるんですよ。迷いっていうのは皆さんね、だから真相を知らざるを迷いって言ってるでしょ。本当のことを知らないのを迷いって言うんですよ。だから皆さんがあらざるものを愛と想像するように迷いないって書いてあるしね、そういうお経はね、この聖経っていうのはね、観音の方だけでもね、生命の磯40巻の宿訳なんです。真理が皆書いてある。でこれから皆さんが、僕もお経読むの大嫌いでね、しなかった。真相観と聖経読むのが一番嫌いだったね僕は。聖経ないって真相観して神の無限の知恵の海、愛の海、生命、さっぱりの海を思い浮かばないね。何が思い浮かんだかって、昔遊んだ女の顔ばかりだからまあそう言っちゃ悪いけどね、実際そういうもんなんですよ。嫌なこととか楽しいことが潜在意識入ってると出てくるんですね。だから真相観して女の顔を見てたんじゃ情けないね、もうわしもダメかと思ったね。しかしね、この真相観が嫌いだったのにね、真相観しなきゃいかんような連成道場の責任者になっちゃったの。これも神のお導きですよね。私が連成道場、連成会始めたんだからしょうがないよねこれ。だからそういうことはやっぱり私にとって非常に幸せだった。な、皆さんでも嫌なことをさせられることがね、谷口先生が言われた嫌なことっていうのはね、自分がまだね訓練されてないことなんですって。自分の一番嫌なことをすることはね、自分の魂が清まるんだっていうことを言われましたね。谷口正治先生にこうお供して歩いてると、そういうことをちょいちょい教えられますよね。本当にこう先生の人格的なものからこう直接いただいたものっていうのは何とも言えないものがありますね。本だけじゃないね。だからこの本なんかでも、この生命の一層を皆さんこれからね、みんな読んでいただくんだけどね、これは谷口先生が一番先お書きになったものなんですよ。これから成長の絵が始まるんですから、これをまず読まなきゃいけない。一巻二巻が奇跡の本なんですよ。もう一巻二巻っていうのはね、ぜひ読んでいただきたいのは、神とは何じゃってこと書いてある。今まで信じているような神とは違う神を信じ、正しい神を信じなかったらね、皆さんダメなんですよ。本当の神っていうのはね、成長の生きて教えられるんですね。僕なんかもそうです。神の子だって変な神の子じゃダメですよ。神様の信じ方が間違ったら変になっちゃうんですね。人間罰当たるとかね、悪いことするとかね。人間は神の子だっていうことは素晴らしいっていうことなんですね。全然悪いものはないっていうことなんですね。だから皆さんは素晴らしいんですよ。もう成長に入っただけで高級霊、ぽーっと一つも高級霊、心配ない。そうだってね、そう、類は類を持って集まるっていうでしょ。見たものが集まっていくんですよ。谷井先生や奥様に波長が合わなかったら来れなかった、来れないんですよ。成長のいくら進めても来ない人はやっぱりそれだけ波長が違うんです。類は類を持って集まるって、そういうふうに考えていったらね、皆さんが成長の教えに触れたっていうことだけでね、皆さん本当に喜ばなきゃならない。僕は成長のね、そっから始まっていくんです。そっから僕なんかでも成長の絵に触れたことはね、医学博士なんかね、そこらに白鵬でいますよ、何歩でもいますよ。と僕は谷口正治先生の直接のお弟子になれたってことが僕の誇りですよもうね、他のことはどうでもいいから、それだけはね書いて死のうと思って、子孫に伝えようと思って。
だってお釈迦さんの重大弟子でもキリストの重大弟子だって今大変な人でしょ。あれよりまだすごいんだよ。皆さんだってそうですよ。自分っていうものをね、そういうふうにね、本当に谷口先生の正治先生のあのこれ社会キリストの教えを完成する方なんですからね。でこうそういう方の教えに入れたっていうことはね、今ねお釈迦さんが来たらね、皆さん聞きに行くでしょ。お説教したら谷口先生の成長への教えが説かれたら聞きに行く方はね、あれを完成するんだからね。僕はもうつくづく僕が成長に入れたっていうことは母親のおかげだから、お母さんに感謝してます。皆さんもね、自分の子供を成長に入れてください。子供と主人をね。でね、やっぱり成長ねっていうものをね、あんまりね知らないで言うとね窮屈なんですよ。ほーっとほっとけばいいの、そのまま円満なんだからね。これをまず覚えて、人間は神の子で、うちの主人は素晴らしいんだと惚れなきゃ、まず大したことないよなんて、な大したことない亭主よくしようかなんて、なんダメですよ。もう今すでに素晴らしいんですよ。それは皆さんがいいと思ってないから。だから谷口正治先生は、太陽は常に照ってるって言われる。いくら下で雨が降っとったって雲の向こうに太陽照ってるでしょ。人間神のことはそうなんですよ。どんなに悪く見えたってその奥に太陽が照ってると同じに、どんなお粗末のように見えてもその奥には素晴らしい神の命が宿ってるんですね。だからそういうことから始まっていくんだからね。皆さんももう成長の縁に縁が触れたっていうことは素晴らしいことなのね。大変なことですよ。だからこれからね、皆さんがそういうことを自覚してね、一人の人にでも多くの人に伝えてあげる。生命の質は読んでもらうってことね、一巻でもいいから読んでもらう。もう一巻だけでも、一巻と二巻読んだだけでも奇跡起こるんですね。じゃあまあこれで今日は1回目を終わります。ありがとうございました。